男子 1500m 自由形タイム決勝、第1レーン高橋幸喜。
はここで 100m ビッグクエストを超えてきました。見事1位、尾崎、黒川ともにその差を5秒以内に縮めてきています。次のターンで 750m、 半分の折り返し線、追いかけてくる尾崎、黒川に対してこの差で逃げ切れるか、見事。さあ、ここで半分です。さあ、ここでこの差が3秒台まで持ってきています。尾崎、尾崎健太は日本大学の4年生。尾崎が4レーン、木本が3レーン。少しずつ尾崎はその木本の存在を感じられるようになってきたでしょうか。さあ、差が2秒台まで入ってきた。木本は前半日本記録を上回るハイペースで進みました。尾崎が振り切ることができません。
ので。